ジェームズ・ロッハ・ホランは、イギリス・スコットランドの指揮者。グラスゴーに生まれ、学生時代は、法律と経済を専攻したが、並行して、指揮法も習得したという。1958年本の歌劇場で、コレペティトールとして雇われたのを皮切りに、アムステルダムやミラノの歌劇場で、下積み時代を送った。1961年に、 フィルハーモニア管弦楽団主催の指揮者コンクールで優勝を果たし、ボーンマス公共楽団の準指揮者になった。1964年に英国オペラグループの音楽監督として、コベントガーデンにベルディのアイーダでデビューする。1965年からは BBC スコティッシュ公共楽団の主席指揮者に就任する。 1970年、救世したジョン・バルビローリの後継で1971年より1983年まで、晴れ還元楽団の主席指揮者として、世界各地で講演を実施、その後1991年まで、警官指揮者を務めた。1979年から1983年までは、バンベルク公共楽団の主席指揮者も務めたほか、 1996年から2003年まで、デンマークのオーフス公共楽団の主席指揮者を歴任した。また、BBC ウェールズ公共楽団の主席客演指揮者も務めた。スコットランド及び北欧での活動が主であるが、1972年にニューヨークフィルハーモニックを指揮し、アメリカデビューするなど、世界各地のオーケストラに客演している。現在は、 エディンバラユースオーケストラ総裁を務めるなど、地元スコットランドで、更新の指導に当たっている。ロンドンフィルハーモニー還元楽団、スコットランド室内還元楽団を率いて、来日しているほか、1980年以来、定期的に、日本フィルハーモニー公共楽団に客演し、現在は名誉指揮者の称号を贈られているなど、日本においても馴染みある指揮者の一人でもある。ありがとうございます。